燃えるような新緑に野鳥は歌う。ここは生田緑地。多摩丘陵の緩やかな起伏に富んだ緑地内に川崎市立日本民家園があります。丘陵の地形を利用して古い家が点在する民家園は、急速に姿を消しつつある古民家を将来にわたって保存することを目的にした野外博物館。園内では東日本の代表的な民家をはじめ、水車小屋や船頭小屋などおよそ20軒の建物を鑑賞することができます。その中の佐々木家は、長野県佐久郡から移築された18世紀前半の名主の住宅。ここでは定期的に古民家を鑑賞しながらお茶を楽しんでもらおうと、お茶席の会が開かれています。タイムスリップをしたような雰囲気の中での一服はまた格別。川崎の中でも緑の宝庫と言われている生田緑地と日本民家園。歩くには良い季節です。ぜひお出かけください。